こんにちは。ハローレストランの時間です。イーストベイアラメダに来ています。ここにいつも安定した質の良いメニューが評判の日本料理のお店があります。オーナーシェフの作る寿司と一品料理の素朴な味わいは地元の人たちにすっかり定着しました。今回のハローレストランはこちらエンジェルフィッシュジャパニーズレストランをご紹介いたします。シンプルにまとめられた小綺麗な店内がどこか落ち着く居心地の良い雰囲気を感じさせるレストラン、エンジェルフィッシュ。シェパニーズやオリベートといったイーストベイの有名レストランのシェフたちと以前の仕事場を通し知り合いになったオーナーシェフが彼らの情熱的な料理への取り組みに深い感銘を受け、自らも独自の新しい料理の道を切り開こうと1998年にここアラメダにオープンしたこのレストラン。日本料理の伝統を守りつつもどこかひとひねり加えたそのオリジナル料理の数々は地元アラメダはもちろん、オークランドやバークレー、サンフランシスコからも常連客が来るほどの人気ぶりです。ここにある料理っていうのは、まあ、僕 の、 田舎が和歌山県の勝浦の方で漁師町なもんで、まあ、魚に関してはすごく、まあ、知識があったものと、あとそのチャンスがあってそのオリベットとかそのシェパニーズで少し働かせてもらったんですよ。でそういうのを、まあ、組み入れてね、まあ、できたらその頃はまだほらすごく若くて燃えてたから和洋折衷で一品物とかを出せるようなお店みたいな感じでね、サンフランシスコに行かなくてもクオリティのある日本食っていうのをこういうアラメダの田舎でもね食べれるっていうことで、まあ、その意味ではすごくここら辺の人たちにはまあ、コントリビューションじゃないけども影響はあると思います。このエンジェルフィッシュが今回紹介する料理、まずはじめはアンコウの肝を使った一品。最初はアン肝の下ごしらえから始めます。この皮を毛抜きかピンセットでこう丁寧に1枚ずつ剥がしてこの薄皮を取ります。ほんでサイズを整えて、あとは少し塩を落として、あとお酒につけます。30分から1時間ほど日本酒に浸した肝は巻き酢を使って銀紙で巻き、強火にかけた蒸し器で15分ほど蒸します。蒸し上がったら適度に冷まし、スライスオニオンと皿に盛り付け、自家製ポン酢をかけ、もみじおろしなどを添えたのがあん肝。油の乗った濃厚で甘みのあるあん肝のまろやかな味わいにポン酢の爽やかさともみじおろしのピリ辛さが絶妙なこの一品。あん肝のふわっと柔らかな口当たりに玉ねぎのシャキシャキとした食感がたまらない、お酒のおつまみに前菜に最適な一品です。続いてはうどんや貝、エビ、イカなどを使った一品。まずですね、アサリ、イカ、エビですね、これ入れちゃいます。薄口醤油を少し垂らして、お酒、お水を少し入れます。それとあと本だしを少し入れます。その後に、自家製のガーリックバターですね。これはオニオンとかガーリックとかパセリ、ベーゾー、いろんなものが入ってます。これを入れます。これを火にかけて野菜も一緒に入れちゃいます。椎茸と赤と黄色のベルペッパー、オニオンですね。あとは蓋をして貝がオープンするまで待っていただいて、うどんを足します。シーフードに火が通ったらうどんを入れ1分ほど煮込み仕上げたのがシーフードガーリックヌードル。魚介のだしと薄口醤油の優しい味わいのスープに特製ガーリックバターを加え、うどんをオリジナリティあふれる和洋折衷に仕上げたこの一品。バターのコクとニンニクの風味がシーフードの美味しさを上品に引き立てる、うどんのもちもちとした歯触りとシーフードのプリプリとした食感のコントラストも格別な一品です。
最後はデザート。まずバナナ、まあ、できたらこういうふうにちょっとぐらいこう甘みが出たバナナの方が、揚げた時にもっと甘みが出て美味しいです。これを普通の天ぷら粉ですね、天ぷら粉をまぶしてこれを天ぷら粉に入れて、まあ、温度としては中温か中温より高めぐらいでさっと揚げていただいた方が香ばしくていいと思います。香ばしく揚げたバナナの天ぷらはシナモンシュガーをまぶしてバニラアイスクリームと皿に盛り付け、アルコールを飛ばしたラム酒や黒糖のシロップをかけ仕上げます。これがディープフライドバナナ。高温の油で揚げ、甘みがより一層増したバナナのとろっとした食感と外側の衣のサクサク感、そして熱々のバナナと冷たいアイスクリームの組み合わせなど、食感、温度のコントラストがベストマッチなこのデザート。ほんのり香るシナモンやラム酒の香りが大人のデザートを感じさせる、何人かでも十分にシェアできるほどボリューム感あるデザートです。サンフランシスコからもわざわざ足を運ぶ常連客がいるアラメダで大人気のレストラン、エンジェルフィッシュ。エンジェルフィッシュは毎日営業。883アイランドドライブアラメダ。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTB ハローレストラン、今回はエンジェルフィッシュをご紹介しました。